今日お邪魔しているのがですね、大和ハウスさんのお家で今施工させていただいている現場ですね。ただいま足場の上に上がってですね、外壁一通り塗り終えた面の方をですね、今見ていっております。大和さん、いろんな外壁のね柄があるんですけれども、凹凸があるので、まあ、しっかり塗り込んでいく必要があると。よくね、こういった凹凸とか隙間のところ塗り忘れとか塗り残しがあって、こう下塗りが見えてたりするんですけれども、綺麗に塗れておりますね。こういう目地が、壁材と壁材のジョイント部分に目地が入っていってると思うんですけれども、これ等間隔でですね、コーキングがしっかりと打たれております。まずここですね、わかりますかね、このゴム状のものがコーキングって呼ばれるんですけれども入っておりまして、ここはコーキング入ってないんですけれども、この1本飛んでここもコーキング入っております。コーキングのメーター数が結構他のお家と比べると多いっていうのが特徴の一つかなと思います。